立園の続きですね。こうやってちゃんと綺麗にしてますね。やはりこういう水垢がしっかり入ってるのがいいですね。結構見て回ると小1時間ぐらいはかかりますね。おそらくこれは原住民が使ってた、まあ楼閣ですよね。まさに、まあ、華僑の財力を示してますね。